キリト、こちらは準備できました。ああ、こっちもだよ。いよいよなんですね。そんな風に落ち着きがないアリスも珍しいな。人間らしい反応は私に似合わないと。そんなこと言ってないって。ただアリスは常に凛としていて、あまり動揺なんかを見せないから。あ、いや、そうでもないか。セントラルカセドラルの外壁を登っているときはさすがのアリスも当惑していたよな。尺に触りますが、事実です。あれほどの窮地に陥ったことは初めてだったのです。むしろあなたが冷静すぎるほどだったと思います。そんなことないって。俺も相当焦っていたよ。でもアリスの反応を見て少しホッとしたのは事実だよ。それまで一切の感情をあらわにしなかった君が少女らしい振る舞いを見せたからな。なんだか恥ずかしいですね。ですがあの時の記憶を忘れ去ることはできません。あなたと共に過ごす中で私は自分が何者であるかを知ることができたのだから。ああ、すごいことだと思うよ。右目の痛みに耐え自分がすべきことを決断したんだから。ですが私はその時に得た意志、自分の存在意義のようなものを再び失ってしまいました。最高司祭様を退け人界に魔獣が現れた時、私は聖号騎士である自分の存在に疑問を持ってしまった。それは責められるようなことじゃないよ。人間にとっては当たり前のことさ。人間、ええ、そうです。私は人間として未熟だったのだと思います。けど今は違うだろ。はい、あなたやユージロ、アスナたちや聖号騎士、そしてメディナ殿と語らう中で、私はもう一度自分の意志を手に入れることができました。この世界でアリス・シンセシス・サーティとして生きていく、そう私自身で決めたのです。私は聖号騎士として与えられたこの身に宿す力を戦えない者たちのために使います。そうだ、たとえ記憶を失い偽りの目的を与えられたとしても、アリスが自分で決断したことならそれは誰のものでもない、アリス自身の意志だ。ええ、もう揺らぐことはありません。私は自分で決めたのだから。キリト、なんだ。実はもう一つ自分の意志で決めたことがあるのです。そうなのか、教えてほしいな。それは言えるわけありません。なんだよ。すいません、取り乱しました。この件についてはいずれお話しします。わかった。あ、それじゃあそろそろ行くか。はい。いや、待ってください。出発前に一つだけ約束してほしいことがあります。なんだ。もし無事に帰ってこられたら、私をキリトの世界、リアルワールドへ連れて行ってください。ああ、約束するよ。ありがとうございます。先ほど話せなかった件についてもリアルワールドへ行ったら話します。そっか、楽しみにしているよ。では出発しましょう。そして必ず帰ってきましょう。